はい、どうも皆さん、ツナマグロです。今回の動画では、このレオンセカンド、レオンウラのハードコアの攻略をやっていきたいと思います。では早速始めていきましょう。初心者の方でもできるだけ簡単に進められるように攻略の紹介を進めていきたいなと思います。クレア、無事についてるといいが。とりあえずここでインクリボンを拾っておきましょうか。で、赤のハーブとブルーハーブを拾って調合します。で、最初、キーアイテムを取った後にゾンビが大量に出現するんですよ。一番最初はカメラとスティック両方右に倒して、すぐにこうやって移動してください。じゃないと詰みます。で、チェーンカッターで扉を開けます。この後のゾンビの配置が完全ランダムですね。で、小屋の中のアイテムを回収します。インクリボンだけ預けておきましょう。無限ナイフは現時点では持っていかない方がいいですね。一応無限ナイフは使わずに攻略していきたいと思います。ここにおデブちゃんがいる方の場合、マチルダでしっかりレティクルを絞ってダメージを与えていく。運が良かったらマチルダ4発程度でダウンが取れます。で、ダウンしてから横を抜けます。で、ここのゾンビ配置が完全ランダムですね。で、これ今回運がいいパターンやったんでアイテム使わずに抜けられるんですけど、基本的にはこの防御系、防御が上がるハーブを使ってゾンビに噛まれながら進むことになります。一応アイテム数合わせるために噛まれて進んだ体で進めていきましょう。で、鍵を開けたら木材を取ってもらって、ここの玉を回収。で、この部屋入ったらすぐに右側ですね、一旦エリオットを無視してナイフを拾って鍵を捨てます。はい。で、ショットガンの弾を拾います。ここでアイテム整理。マチルダと、一旦アイテムちょっと預けましょうか。で、部屋の中のアイテムをすべて回収します。ここ結構たくさんあるんで。はい、OK です。で、また預けて、持ち物ですけど、まあ、ハンドガンと、ヒューズと、木材、工具、それからナイフですね。無限ナイフ持っていくなら、ここで持っていきましょう。で、最初のエリオットですけど、ここはできれば無視したいですね。ここで弾使いたくないんですよ。よく狙って、クリティカルが出てしまった。まあ、何発か撃って、ひるませて、ひるんでる隙に抜けていくっていうのがおすすめです。で、ここはまず急いで、この扉にチェーンカッターを使う。で、先行手榴弾と、弾を取って、木材を貼り付ける。で、ここね、急いで移動します。バルブハンドルと強化火薬の黄色を取って、ダーッとね、最初の扉の方に戻ってほしいんですよ。ここでちょっと行動遅れるとここのゾンビ来ちゃうんで頑張ってください。だいたいこういう感じで誘導できます。で、扉を開けて、ヒューズをセット。で、また急いでこちらに進んでもらって、木材と弾。ですね。で、ここの部屋のゾンビランダム配置です。この辺におることもあります。一旦スプレーは無視してもらって、インクリボンもいっか。ゾンビを倒しましょう。
しっかり絞って胴体もしくは頭を打って倒していきます。この2体は一緒におることが多いですね。とりあえず落ち着いて確実に当てていきましょう。 OK です。基本的に1回のダウンではやれてないんで、ダウン後また攻撃してこうやって2回目のダウンを取ってください。こんな感じですね。で、弾があんまり余裕ないと思うんで、一旦ね、このおばちゃんはスルーします。また後で倒します。では、弾を拾って、次ここは、先行手榴弾が装備されていることを確認して、歩いて移動します。まあ、この辺までやったら走って大丈夫ですけど、最初から歩いてる方が無難ですね。で、ここで木材をセット。で、リッカーの下で先行手榴弾を投げて、次ナイフで攻撃しますね。先行手榴弾投げた後、L1 押しっぱなしで、ナイフで、これ横から切りつける。これで OK です。で、弾を回収。で、まあ、一応、必要ないですけど、地図拾っておきましょう。で、チェーンカッターを使う。で、ここのハーブはもう拾い食いしちゃいましょう。さっきの体力やと、ゾンビ2体に噛まれたりすると死んじゃうこともあるんで。で、部屋を出たらまずすぐ左に行って、弾を拾う。で、ここのデブゾンビ、倒したいですね。できたらこの最初は頭を打つ。で、動き出して頭を打つの苦手っていう方はこうやって胴体を打ちましょう。で、まだ生きてるんで、ワンダウン後、ヘッドショット。あ、やれてそうですね。ダウン後に打って動かなければ大体やれてます。で、こいつも行きましょう。ダウン中に頭を打つと。ちょっと動き始めたぐらいで頭を打つと、こうやってね、はめれます。これでワンダウンですね。もう一度。お、クリティカルが出た。まあ、頭を打つとクリティカル出やすいんで、しっかり頭を狙っていきます。で、109。で、弾を取ると。では、お隣の部屋で、ガンパウダーを2つ取って、あ、1つか。ガンパウダーと弾を回収。こいつは一旦スルーします。そして9、10、5、7ですね。まあ、ここまでゾンビをしっかりヘッドショットで倒してる方は、弾にかなり余裕があると思うんですよ。弾に余裕があって、今現在、まあ、30発以上持ってる方は、そこの倒れてるゾンビを先に倒してもらっても大丈夫です。そうじゃない方は後回しにしましょう。で、マチルダのパーツをゲットです。で、あんまりゾンビ倒したくないんで、こいつもスルーしましょうか。で、もしデブゾンビとかが生きていたら、このタイミングで起き上がるはずです。で、ここのゾンビは、このあたり、結構ね、遠目の位置から倒してもらったらと思います。頭もしくは胴体を打って、ダメージを与えていく。まあ、引きつけてもらった方が戦いやすいですね。OK です。で、ダウンを取ったら頭を打ちます。最悪だ。これで2回目のダウンですね。で、この柱より先に行くと、警官ゾンビが起き上がるんですよ。2体反応しましたね。
同時になっちゃうかな。落ちてきたら頭を打つ。階段降りてきてるゾンビに気をつけつつ戦いましょう。まあ、今回ちょっと運悪くて2体同時になっちゃいましたけど、2体同時になることって結構少ないんで、まあ、落ち着いて対処してください。で、ワンダウンですね。ダウン後一発って動かなければ基本大丈夫。こんな感じで。で、こいつまだ生きてるんで、あ、やれてますね。OK です。では、ハーブを拾い、中に入る。で、ここで、ガンパウダー。OK です。それから、赤のハーブですね。で、今、調合したハンドガンの弾を、マチルダに込めておきます。で、インクリボン回収して入れておきましょう。で、こうやって出てきた時にこいつら動かなければ、だいたいやれてます。で、ここからですね、弾を取って、この部屋のアイテムは一旦、スルーですね。ハンドルを使う。で、ここの赤ハーブ。で、この一番上にゾンビいるんで、まあ、できたらマチルダで戦いましょう。弾の節約です。しっかり引きつけつつ倒します。OK。とりあえずのワンダウン。はい、OK です。で、DCM ですね。で、マグナムはまあ僕個人的にはなしで進めたいなって思うんですけど、まあ一応マグナム取ります。攻略の幅を広げるために。で、これらのアイテム取ってこいつ倒しましょう。ぶら下がってるゾンビの頭を撃ちます。落ちてきたら OK です。で、この図書室内のゾンビも配置ランダムですね。で、女ゾンビですね。あいつを倒したい。とりあえずこっちに来てもらいましょうか。今回のこのゾンビちょっと息がいいですね。はい、OK です。ワンダウン取って、マチルダで攻撃。あ、やれてそうですね。で、この缶は取らないで、メダルだけ回収しましょう。タコと天秤と、ヘビですね。で、本棚動かします。ここのはしごは登らないように注意しましょう。弾を取る。はしご登るとこいつが動き出すんで、はしごは放置。で、このデブゾンビは近づかなければ動かないんですけど、ただ事故ってしまうこと多いので、倒しちゃいましょう。HP めっちゃ多いです、こいつは。はい、OK です。
まあ、マチルダ残ってたら節約でマチルダしっかり使っていきたいですね。あ、やれてます。そしてハンドガンの弾。で、ここで一旦下に降りていきます。で、このタイミングで弾がたくさん余っていれば、あの女ゾンビ倒したいところです。15発ぐらいやればまあやれますね。少ない方はここもスルーした方が無難かなと思います。OK。 あとでまた戻ってきて倒すことできるんで、弾の少ない方はとりあえず現時点ではスルーしちゃいましょう。 OK です。そしてメダルをはめる。で、この後ショットガンと引き換えるアイテムを取る前に、一匹だけゾンビを相手しないといけないんですよ。だからこの時点で、まあ、8発ほど弾が残っていれば安心です。はい、OK。で、ここのグリーンハーブは赤のハーブと混ぜちゃいましょう。で、この後ですね。鍵使って、鍵は捨てます。で、すぐに左側行ってください。ゾンビがいます。いないこともあります。もしこうやって来ちゃった場合は、頭打って、ダウンを取ってください。頭もしくは胴体って感じですね。で、ダウンを取ってからこの部屋に入るようにしましょう。じゃあ、カードを取ります。そして本と組み合わせて女神像にセット。 OK です。リッカー注意で抜けていきます。では戻りましょう。今からショットガンを取りに行くんですけど、その前にこれセットしちゃいましょうか。で、ここまでゾンビほぼほぼ全て倒してるんで安全に移動ができます。 OK です。で、この部屋に入ると先ほどスルーしたゾンビが動き始めます。とりあえずね、ハンドガンの弾少ないと思うんで、一旦スルーでいいですね。そしてここでカードを使います。で、このショットガンを使って、先ほどのゾンビを倒しましょう。まあ、この扉付近にいないかしっかりチェックしてもらって、胴体打ってひるませて頭を打つ。このコンボで倒せば2発で確定でやれます。ではこちら側へ。で、アイテム整理です。この電子部品と赤い宝石を忘れないようにしてください。これでいきます。はい。で、先ほどスルーした箱を入手して、宝石と組み合わせ。これでマグナムが取れます。で、ショットガンの弾。CAP と入力して、ここでもショットガンの弾を入手します。
で、ガンパウダーと、ここね、走って入って、ショットガンの弾入手。で、また走りますね。で、まずタイラントを呼びましょう。はい、タイラント召喚。で、この部屋に入る。この部屋にはタイラント入ってこないです。で、スターズバッジを使います。で、バッジはしっかり回収しておきましょう。はい。弾と。で、強化火薬の黄色を取って、ショットガンの弾を作ります。で、救急スプレーですね。この赤ハーブはちょっと置いていきます。で、この先移動するんですけど、タイラントをちょっと誘導したいので、この辺で一発撃ちましょうか。んでから進んでいきます。そうするとタイラントがここに向かって移動してくるはずです。足音聞こえますかね。で、部品をセット。で、爆発する前に一回部屋から出てもう一度入る。さあ、で、タイラントがここまで来るかな？羊ハープ、鳥ですね。この後タイラントちょっとランダムなんですけど、来そうかな？来ないですね。あ、もしタイランドがこの部屋まで来たら、この柱をぐるーっと回って回避してください。あ、来てるな。来ましたね。じゃあ見ててください。こういう感じでここをぐるーっと回って、抜けます。これで終わり。で、こっちの階段経由で逃げていく。ちょっと追われる恐怖があると思うんですけど、走ってればとりあえず追いつかれることはないんで、このまま行きましょう。で、メダルをセットしてボス戦です。最初に拾った手榴弾とナイフが2本、これがあれば一応ボスは倒せます。で、回復アイテム不安な方は2つほど持っていってもらえたらと思います。これでいきますね。とりあえずバッジは忘れないようにしましょう。一応セーブするタイミングなんですけど、ここで1回セーブしてもらっても大丈夫です。G1 戦が不安やっていう方はここでセーブをしましょう。ただここでセーブをしてしまうと次のセーブポイントがかなり遠くなってしまいます。手榴弾。では、潰れかけのナイフを装備していきましょう。そしてロッカーを起こします。で、ナイフと手榴弾で攻めるんですけど、戦闘が始まったらまず前に走ります。で、ナイフで切りましょう。とりあえず密着して切るっていうことだけ意識してください。で、変に攻撃を避けようとするとパターン変わっちゃうんで、このまま掴まれてナイフで反撃。
で、また走っていってナイフで切る。うーって言ったら手榴弾に切り替えて投げる。で、またナイフに切り替えてナイフで切る。うーって言ったらまた手榴弾にして手榴弾を投げる。で、最後またナイフですね。これで安全に倒せます。誰かいるのか。まあ、この倒し方やったら全機種安全に倒せるはずなんで、やってみてください。 RE2 のナイフは多段ヒットするようになってて、その多段ヒットがフレームレート依存っていう、まあ、ちょっと難しい言葉なんですけど、使ってるゲーム機種によって、まあ、ナイフの威力が少し変わってしまうんですよ。なのでナイフで倒すのはちょっと難しいって言われがちなんですけど、まあ、今の手榴弾を2つ使った方法であれば全機種対応でいけるはずです。はい、ガンパウダーとハーブですね。はい、ではここでアイテム整理。で、まあ、手持ちとしてはこんな感じで、壊れかけのナイフとハンドガンあれば大丈夫です。で、ここの敵は一旦スルーしましょう。そして工具を入手します。で、ちょっとショットガン忘れとったんで取りに行きますね。はい、で、まずここに来たらですね、まずダイヤの鍵の使うこの部屋、この部屋入って、缶はまずスルーです。そして奥にあるこのショットガンの弾、これだけ持っていきます。そして青のハーブですね。で、この部屋入ってガンパウダーと。で、この犬たちをハンドガンで倒します。まあ、弾の節約ですね。 OK です。で、まず一番奥の先行手榴弾を拾います。それからここの赤ハーブ。で、持てるアイテムの手持ち少なくなるんですけど、ダイヤの鍵はスルーしますね。やっぱりアイテムってたくさん持てた方が安心感はあると思うんですけど、その手持ちの数を増やすために時間を犠牲にしてアイテムを拾いに行くのって結構なデメリットなんで、ちょっとこの手持ちで頑張っていただきたいなと思います。で、ここのガンパウダーを調合してショットガンの弾を重ねると部品が拾います。じゃあ真ん中2つ、まあ、通電後普通に走り抜けていきましょう。
で、ここのワンちゃんをハンドガンで倒す。こいつ体力少ないんで、これで終わりです。で、ここの一匹はもうスルーしちゃいますね。で、次なんですけど、この階段ぐらいからエイムをしながら、こうやって登ってください。で、犬が来たら、ショットガン一発で倒せます。で、次、ノーダメージで抜ける方法としましては、先行手榴弾装備して、ドア開けます。ここで、外に投げる。これで OK です。あとはもう走り抜けるだけ。ちょっとまあもったいないんですけど、これが安定です。では、こういう手持ちで進んでいきます。で、先行手榴弾が装備されてることをしっかり確認してもらって、まずここは走り抜ける。この辺から先行手榴弾構えて、よいしょ。で、ひるんでる間にしっかり密着して、ヘッドを撃ち抜く。な感じです。で、このタイミングでエリオットやってもらえたらなと思います。で、こちら側から。ここのハーブ一旦スルーでいいかなと思います。で、工具を使う。で、ちょっと板を持って。ここね、下に降りていただきます。で、ここで板を貼り付けて。強化火薬の黄色だけ持っていきましょう。貴重なショットガンの弾の材料です。で、上まで登っていきます。で、この部屋ゾンビが2体いるので注意です。構えながら行ってもらって、まあ、倒し方としては、足、頭。もしくは、胴体、頭。では、弾を拾うと。で、この辺からね、ちょっとハーブが持ちきれなくなっちゃうんですけど、ここのブルーハーブは一旦スルーで。で、こいつを拾いましょう。で、弾ですね。で、緑ハーブを1本だけ積みます。はい。で、ここはまず先にゾンビの処理から。構えながら進んで、出てきたら撃つ。もう1匹は、おっと、外してしまった。隙をしっかり作ってから撃つって感じですね。ちょっと節約で。OK です。で、ここの鍵を拾うんですけど、で、今から緑赤ハーブ拾いますんで、回復アイテムなしで OK です。
おっと、まだ生きてましたね。で、残した緑ハーブを拾って、上に。で、この後タイランドが登場です。で、このハーブ混ぜましょう。タイランド出てきたら、こっちに逃げますね。しっかり見届けてから、外に出る。では、この辺で待機しましょうか。で、タイランドがベンチあたりまで来たら、こうやってぐるーっと回りながら回避する。まあ、足音すぐ後ろにありますけど、全然スルーできるんで、このまま走り抜けます。で、このハーブはスルーです、一旦。こうやってタイランドを引き連れて移動しましょう。で、ここの敵全部やれてますんで、安心して移動してください。で、これをこっちの階段から行ってもらうと、タイラントが見失ってくれやすいですね。はい、OK です。で、ここですね。まず部屋に入って、走って出る。で、ちょっと待つと、リッカーがどっか行くんですよ。で、から進みましょう。で、この後のタイラントの動きが完全にランダムなので、この部屋入る前に一発、空打ちしておきます。で、手榴弾と工具。そしたら、タイラントが来てくれます。ほら、足音聞こえるでしょう。すぐ来てくれるんで、この部屋に入って来てもらいましょうか。で、この真ん中の棚を利用して、ぐるっと回って回避する。で、今から図書室へ向かいます。図書室のゾンビも大半倒してますんで、安全に行けるはずです。で、工具を使いましょう。で、この後、タイラントの配置に合わせてルートが変わりますので、このゾンビ、まあ、倒しておいた方が無難です。倒しときましょうか。ではこっち。で、ここのゾンビは手前の一体だけやっちゃいます。足打って頭で、ちょっとなんか時間に余裕がありそう、タイラントがまだ来てないなって感じやったら、この部屋の中にはゾンビ入ってこれないんで、ここからこうやって攻撃してダウンしときましょうか。倒す余裕もありそうなんでやっちゃいます。こんな感じで OK です。で、歯車。タイラント来てますね。で、大きな歯車。で、この後ですね、2つのルートに分かれるんですけど、1つのルートは救急スプレーとグリーンハーブが回収できます。
もう一つのルートやと、ブルーハーブとグリーンハーブが回収できます。どっちから行っても一応回復アイテムが手に入りますんで、まあ、タイラントに合わせて移動しましょう。ガンパウダーの台を拾う。タイラント来てますね。今回は向こうの方に行きましたね。はい、では出てグリーンハーブ拾ってこちらへ。で移動します。でここまで来るともうゾンビ大半倒してますんで、保険のナイフがなくてもなんとかなるんですよ。なのでナイフ捨てていただいて大丈夫です。ナイフ捨ててその分回復アイテムを拾っていきましょう。で、緑ですね。それから、ここの吸虫スプレー。まあ、この通り敵はいません。でここなんですけど、まあ、早く走り抜けてください。ゾンビが来ます。で急いでこの部屋に入って箱を開ける。先行手榴弾2つと手榴弾、これでいきます。で、急いで出ます。こんな感じ。で、一応セーブ候補として、この部品を集めたタイミングで今セーブしてもらうのもありなんですけど、その場合、ロードゲームをした時にゾンビの配置が変わってしまってて、部屋の前にいることもあるんですよ。なので、その場合はちょっとうまいこと処理しながら進めるようにしてください。ここは走り抜けます。ここのゾンビ系の位置完全ランダムですね。もしここで噛まれてもカウンターアイテムは絶対に使わずに回復でやり過ごしましょう。で、次です。ここはちょっとね、左に膨らみながらこの線の上走りつつ、白い車に差し掛かったら先行手榴弾。まあ、これで大体抜けれます。これでも噛まれるときは噛まれちゃいますけど、基本大丈夫なはず。で、また先行手榴弾1個あるんで、これを駐車場で使います。の前にじゃあ手榴弾装備しましょう。で、ここは、こことここ。で、こういう感じですね。そして、吸虫スプレー。じゃあ、ここからです。ちょっと難しいとこ。手榴弾装備できてることを確認して、走る。ガチャッと。で、こっちから行きますね。で、手榴弾をタイラントに向かって投げる。で、ひるんでる間に抜けていきましょう。で、ここラスト先行手榴弾。OK でーす。これで終わりです。まあ、先のタイラントは、レバーを使った直後の小部屋に誘導すると、まあ、ぐるっと回りながら回避ができるんですけど、まあ、ちょっとそれが失敗しちゃうっていう方が多かったので、やり方変えてみました。この方法やったら、誰でもいけるかなと思います。で、ハーブですね。
じゃあショットガン、それから手榴弾、あと弾ですね。で、弾を拾う。なんだあれは。で、まあここはとりあえず手榴弾が拾える状態になっていればそれで OK です。じゃあまず左、右、冗談じゃない。左と、はい、ではエイダパートですね。みんな大好きエイダパート。逃げなさいアネット、逃げられるものならね。まあ、ちょっとでも早くクリアするために、一応ね、これボタン R2 ボタンを押しっぱよりも連打で押した方が早くなるんで、まあ連打でいきましょう。やっぱり1分1秒でも余裕のある方が心にゆとりも持てると思いますんで、まあ、できるだけ早い方法を使っていく。まあ、またおまけですけど、この円が 70% ぐらいにいったら、こうやってね、離してもらったら、それで一応いけます。こんな感じ。で、ここ、よく見ててください。降りて、扉をまず開く。開いたところで後ろ振り返って、こいつをスキャン。これで出ます。そうするとね、扉が閉まります。これで1匹目のゾンビ隔離できました。はい。で、次、ハンドガンで、ここのおデブちゃん、やっちゃいましょうか。後ろのゾンビが来ないんで、安全に戦えます。硬いですね。OK です。まあ、僕、ひたすら腹打ちましたけど、狙える方はこうやって頭をしっかり打って、2ダウン取ったら OK です。で、走っていって、この辺りでこいつをスキャン。で、ゾンビちょっと気をつけて帰ると。まあ、この帰りちょっと噛まれやすいかも。さっきのゾンビですね。まあ、一回噛まれてもそれで突破はできるんで、あとはもう走るだけです。はい、行けましたね。逃げ足の速さだけは認めてない。まあ、この辺もできそうやったらボタン連打でスキャン。レバーを押す。またボタン連打。こんな感じです。
やるじゃないの。私を焼き殺すつもり？あなたに G ウイルスは渡さない。あれを狙ってるのは私だけじゃない。知ってるでしょ。道連れがいてよかったわね。これは順番にスキャンしていくだけです。ゲストアカウントを確認。リストタグの貸し出し期限は10月1日です。期限内に返却してください。多分ね。はい、ではもうすぐセーブポイントなんで頑張りましょう。エイダ、どこだ？で、ここからの自己ポイントとしましては、一応 G の生体をスルーしないといけない場面があるので、まあ、そこでミスをしてしまうとゲームオーバーになっちゃうんで、緑や青ハーブを持っていきましょう。ショットガンの弾がもし少なければ、ここでガンパウダー台と強化火薬黄色を混ぜて弾を作ってもいいかもしれないです。弾ですね。素晴らしい匂いだ。で、こちらにショットガンの弾があります。だいぶハンドガンの弾も節約できてるんで、ちょっと倒し方変えてもいいかもです。で、この辺からもゾンビが移動してきてることがあるんで、ちょっと注意しつつ進みましょう。ほら、影見えてますね。じゃあまあ、足打ってから、この足壊した状態で、頭打つとかね。まあ、ショットガン一発で頭打ち抜けますっていう人は、まあ、足なんて打たずに、いきなり頭を打って倒してもらったら大丈夫です。で、ここは、あの垂れてるやつを一発撃って、これで終わり。で、ここのゾンビも頭を割って終わりです。まあ、ショットガンの扱いに慣れてる方はいきなりこうやって頭を撃って倒す。お好みでどうぞ。で、ナイフですね。はい、ではここでブルーハーブを回収。で、ここですね、もし掴まれたとしてもナイフでカウンターをして抜けることができないんですよ。なので潔く毒食らって3色ハーブを食べてください。まあ、この出っ張りのところから一発撃つ、姿が見えてから横抜ける、これでいけます。ケーブルカー、ここに。で、ショットガンの弾。彼女はどこに。そして SZF ですね。エイタ、今行く。はい、では下水道パートで、ここでセーブしたいんですけど、
やっぱりデスロード、 G の生体がいっぱいいるところで死んでしまうっていう方がすごく多かったんで、そこの手前まで進めちゃいましょう。ここでは一旦セーブせず、手持ちを、またハンドガン、ショットガン、三色ハーブの状態にしてください。はい、で赤のハーブ、それからコーブですね。で、あんまりショットガンの弾余裕ないと思いますんで、まずはそこのゾンビはスルーしましょう。20に8。で、この部屋です。ゾンビ3体います。動いてるのは2体だけなんで、落ち着いて対処していきましょう。まず1匹目ですね。こっちに気づいてたり気づいてなかったり、いろんなパターンあるんですけど、まあなんか気づいてなかったらこのまま頭打って倒してもらえたらと思います。で、大体ね、一発発砲するとこいつ来るんですよね。なんか今回みんなおとなしいですね。落ち着いて対処しましょう。まあ、これぐらいの距離でも頭打ったらやれます。で、こいつは動かないんで、このまま頭を打ち抜くと。で、こちらに進んで鍵だけ拾っていきます。そしてハーブで、レバーを引きます。で、ここ要注意ですね。左端を走っていってください。そしたらスルーできます。で、ここと。でね、なんかあっこで遊んでますけど、こいつスルーできますんで。で、また上に上がったら、ショットガンでこいつを倒しましょう。フィルムはもういらないです。で、鍵をね、使っていきましょうか。で、このガンパウダーの台を拾う。ちょっと放置しましょうか。これ上に上がってもらうとマグナムの弾が手に入るんで、それだけ拾っていきましょう。これですね、こいつが重要です。
で、ここ、こうやって出てる場合は、一発撃つと潜るんで、それで抜けてください。で、ここまでできたらセーブしましょう。では今からデスロード方面に行きます。持ち物こんな感じで、とりあえずショットガンはリロードして弾を込めておく、で弾を戻して、この4つ空いてる状態を作ってください。では行きます。で、このまあデスロードの抜け方はいろいろあるんですけど、とりあえず一番安全な方法を紹介します。はい、ではここからですね。まずは緑のハーブを拾います。で、このゾンビですね。こいつは後で起き上がるんで、頭を潰しておく。で、ここでマグナムに持ち替えます。で、こいつですね。しっかり絞ってから撃って、次目玉を撃ちます。しっかり距離取りつつ。OK です。で、2体目も同じように倒します。2体目はなんかカバーがついてるんで、カバー部分を打ってから目玉をしっかりと打ってください。まあ、距離を取りつつね。まあ、ボディとかにダメージを与えてもしっかりひるんでくれますんで、まあ、とりあえず外さず当てる、そういう意識で打ってください。で、またここを登場します。ここで待って、起き上がったら目玉らへんを狙って撃つ。こんな感じ。これで OK です。で、ラストのゾンビは足を破壊して放置です。あ、やれてなかったね。とどめさせちゃいましょうか。これで OK。で、マグナムもここまでです。出番はもうないですね。で、ゾンビの処理をしていきます。で、ここでハーブ拾いますけど、これ保険のハーブやったんで、もう捨てます。まあ、ここで3色ハーブ拾いますけど、これはもう必要のないものですね。で、ここのゾンビの頭も割っておく。一応、事故防止のために三色ハーブ持つだけ持っといてもらって、ただこのハーブを持ってると手持ちがいっぱいで帰れないので、火炎放射器を拾った後かな。このプラグを拾う前にハーブ使っちゃいます。火炎放射器と。で、これを引っこ抜く前に、ハーブを使う。そしたら防御バフがつきますんで、この状態で進んでいきます。で、帰りはもう敵が全部いないんで、安全に帰れます。はい、この通りです。
で最後ですね、ここで G が湧きます。湧くんですけど、こうやってね、この死体の手前ぐらいで上に上がってもらって、潜ったタイミングで降りてもらったら、こうやってスルーができます。で仮に掴まれてしまっても、今右下に盾のアイコンが出ていますよね。この防御バフが出てる間は毒攻撃が無効化されますんで、まあ、仮に捕まっても大丈夫っていうような感じです。そのためにハーブを捨てずにフラグを拾う前に食べました。ごめんなさい、吸いました。ではあとはボスだけです。ではフラグをセットしましょう。はい、では G2 意外と死にやすいポイントです。この手持ちでいきましょう。でこのハーブは補填です。回復アイテム、まあ、1個あれば十分やとは思うんですけど、とりあえず拾っておきましょう。で、右側全部つけて、まず扉に向かって走る。そしたら次にあのドラム缶の斜め前、この辺に来てください。で腕が見えたら手榴弾をね投げます。こうするとね G が早く降りてきます。はい、で後ろに回ってショットガンを全部撃ちましょう。まあ、気持ち目玉に当たればいいなーって感じで適当に撃ってください。でちょっと待機、近くにおったらね、こうやって攻撃してくるんで、この隙を見て、マグナムを目玉か体かに当てる。一応、ちょっと体に当てますね。外しまくった手で。こんな感じです。で、もう一回攻撃誘発します。暴れ出したら走りましょう。で、これをポチッと。で、閃光手榴弾とナイフ拾う。で、燃やします。燃やしながらね、画面の右下に向かって移動してください。多分ね、相打ちになるかな。燃やします。こんな感じでダメージ受けてアイテムをひるむっていう展開になるかと思います。で、こいつがダウンしたら、ナイフを振りましょう。ナイフを装備して、こんな感じで。10回ぐらい切ってほしいですね。最低10回。まあ、こいつが起き上がるまで、ずっとナイフ振っとってください。僕はあえて止めますね。で、また燃やしながらこっちに誘導。はい、相打ち角度、覚悟でいきましょう。で、回復食べてもらいます。じっとしてろ。で、閃光手榴弾に持ち替えていただいて、G が起き上がったら投げる。こんな感じで倒してもらえたらと思います。で、ハンドガンの弾。これでお別れだと。それから、マグナムですね。スキップと。あの防御バフが出てると G の攻撃を2発耐えれるんで、
3色ハーブがあれば割と簡単に進められます。今から研究所行くんですけど、ショットガン、火炎放射器、ナイフ、ハーブという感じで行きましょう。はい、では進んでいきましょう。で、最初の部屋ですね。まずこのゾンビ倒しちゃいましょうか。手榴弾取ってスルーします。で、燃料を拾う。で、ハンドガンの弾はもう必要ないです。かなり余ってると思うんで。で、ここスルーしましょう。で、ここにガンパウダー台がありますね。ナイフと。で、ナイフを取っていきます。で、ここのゾンビ注意。どこにおるのかしっかりチェックして、胴体硬いんで、こうやって頭を打つ。はい。で、電子部品。それから、レギュレーターですね。と、ショットガンの弾。で、この右端を通って移動しましょう。で、ここでまたショットガンの弾を拾います。ここまでできましたら一旦アイテムをしまいましょう。火炎放射器じゃないや、ナイフ一本しまっていただいて、延長器を取ります。このボタンを押してからこれを拾う。で、サイドパック取りに行きます。で、ここまた右側通らないように注意です。で、ゾンビが1体追加されてるんで、ここですね。おや、いない。はい、気にしないでください。じゃあ、ここ開けちゃいましょう。で、OSS。サイドパックだけ取って移動します。ここのゾンビは無視ですね。そうそう、で、忘れてました。先ほどガンパウダーの台ですね、スルーしたんで、それ持って帰りましょうか。ここまでできたらこっちのエリアはもう用なしです。そしたらアイテム整理します。こんな感じの手持ち、これでいきます。
じゃあまずイビーですね。奥まで進んでイビーを越す。で、ある程度進んできてもらって、この辺でね、こいつを落とします。で、2匹まとめて焼けたらいいなって感じで燃やしましょう。こんな感じで。で、火炎放射器範囲結構広いんで、ここからこう燃やしてもらうだけでも2匹巻き込めます。1匹燃えましたね。はい、2匹燃えました。 OK です。ここの先行手榴弾は一旦スルーして謎解きです。はい、オッケー。ここですね、ここも上にイビーがいるんで、これを落としてちょっと前進で2匹また巻き込む形で燃やします。多分これぐらいで燃えてるんじゃないかな。はい、オッケー。で、ガンパウダーの台と、これを調合して、ショットガンの弾と、あと手榴弾をゲット。で、カートリッジをはめます。現在、マニュアルモードです。カートリッジに合うように、出来量を調整してください。はい。では、ここのハーブどうしようかな。持っていきましょうか。赤のハーブ。それから、ここにブルーハーブあるんで、これも持っていきましょう。ここまでですね。変に通るとイビー湧くんで、ここまででやめておきましょう。で、ここでゾンビを処理していきます。この3体を倒せば OK です。で、URF。このハーブを組み合わせると、ここまでで OK です。で、サーバールームでアイテムを整理をします。ちょっとね、ガンパウダー台取り損なってるんで拾いに行きますね。で、火炎放射器に燃料だけリロードして、火炎放射器はもう一旦預けましょう。で、こっからは、まあ、ハーブとりあえず一つだけ。で、変調器は、まあ、持っててもいいか。で、ショットガンにパーツを戻しておきましょう。まあ、一応、保険のナイフが2本と、回復があれば大丈夫かなと思います。
で、ここですね、リッカー湧くんですけど、無視して左に抜けます。これで OK です。おかえりなさい、リー研究員。メッセージが5件あります。氷漬けにされちまった。で、冷却しましょう。冷却が終了しました。で、ガンパウダーですね。で、ここからですね、歩きます。まあ、歩いてればリッカーにやられることまずないんで、この左側ですね。左側を攻めて移動していきます。なんかリッカーが気づいて泣いたりすることありますけど、とにかく走りさえしなければ大丈夫。リッカーの声聞いて焦って走る人いるんですけど、走ったらおしまいです。で、先ほど取り忘れたガンパウダー台を拾います。で、この後のイビーの配置がちょっとランダムなんですよ。ここは燃やせてるからいいんですけど、たまにこの扉前にイビーがいます。ここですね。ここにもししたらショットガンで一発撃って、ひるませてから抜けます。で、薬液を散布。OK です。で、向こうに向かうんですけど、仮にこの道中にね、こうやってイビーが倒れてたら、ナイフで粒を切ります。別に粒をすべて切らなくても、一つ二つ潰せていれば OK です。で、こいつね、起き上がる前にナイフを2回ほど振って、んでから、ドンと倒して、ひるませておきましょう。こうすると、絶対安全になります。まあ、ナイフは、あえて起き上がる前に2、3振りすることで、粒が結構たくさん壊せますんで、やってみてください。はい、あとは走り抜けるだけです。右から声しますけど大丈夫。で、この閃光手榴弾を持って帰ります。あとはボス戦ですね。研究所パートは全然難しいところはなかったと思うんですけど、 G2 の前にセーブをしていた場合ですね、 G3 で死んでしまうとまた G2 戦からやり直しになってしまうんですよ。それやとちょっとメンタルが持たないかなと思いますんで、まあ、G3 戦前にセーブするのが無難かなと思います。まあ、タイラントが苦手っていう方も多いかとは思うんですけど、やり直す量を考えたらこの G3 前のセーブが妥当ですね。で、進んでいきましょう。じゃあこの部屋のアイテムをすべて集めてボス戦の準備です。で、まあボス戦なんですけど、まあ、ショットガンと火炎放射器、それからナイフがあればなんとかなります。
で、まあ、お好みでなんですけど、もし強化火薬の黄色が残っていたら、それをマグナムの弾に変えて持って行ってもらっても大丈夫かなとは思います。一応このアイテムで戦いに行きます。手榴弾もありですけどね。はい、ではボス戦始まったらまずは後ろに抜けていく。で、燃やします。近づいてきたらこうやって離れてまた燃やす。で、密着するとバックステップしてくれます。バックステップ後またこうやって後ろに下がって、3歩目ぐらいでまたこうやって後ろに下がって攻撃を受けます。で、また密着、それの繰り返しです。ここでね、多分タンク剥がしに行くんで、ここの燃料と後ろにある手榴弾、これをね拾いましょう。ちょうど当たらんはずです。じゃあまた先と一緒、燃やします。近づくとバックステップ、攻撃また下がっておけて、密着するとバックステップ。あ、第2形態ですね。第2形態行ったらこうやって一定距離保つと、まずジャンプしてきます。前に走って回避で、また燃やし続ける。またタンク剥がしに来ましたね。じゃあ安全のためにこの壁裏で待ちましょう。この辺から G の行動はランダムです。で、G 最終形態に移行しましたんで、ナイフ持ってもらって、壁剥がしモーション中ね、ずっとこうやって切ってください。これぐらいのタイミングでこうやって離れてもらったら、で、また燃やしましょう。で、最初すごいこう暴れ出すと思うんで、回復してと、ちょっと距離をね、取りましょう。今回めちゃめちゃ荒ぶってますね。ある程度距離取ってるとまた一緒、飛びつき攻撃来るはずです。じゃあ前進で、さっき拾った手榴弾をポイと。で、まあ削り切れてない分はショットガン撃ったら終わるかなと思います。一応ね、火炎放射器とナイフ、それから拾った手榴弾で大体なんとかなりますんで、やってみてください。まあ、ここで死んでもリスタートポイントはすぐそばですからね。何回も戦うって慣れていくのが大事です。で、あとは先行手榴弾を拾っていきます。はい、ではラストですね。最後はイビーを2体ひるませるだけなんで、ショットガンがあれば大丈夫です。まあ、ないとは思うんですけど、イビーに2回掴まれた時用にナイフを2本用意しておきましょう。この青ハーブは無視します。まず走る。で、目の前のイビーをこうショットガン撃ってひるませて抜けていく。こいつも一緒ですね。まあ、もし掴まれたらこの2本のナイフを使ってください。で、タイラントを出して
後ろにあるハンドガンの弾を取る。冗談きついだ。はい、ぐるっと避けましょう。では最後の戦いです。一応ね、前もって言っておきますと、投げ物のみでも全然クリアはできますんで、お好みで回復アイテムを調整してください。開幕でこれを使って、最初威嚇中にマグナムを撃つ。打ち切りましょう。でね、あとはもう外周ぐるぐる回るだけですね。たまに攻撃食らいますけど、しっかりとこう外周をぐるぐる回る。食らったらもう回復使うって感じで。で、このジャンプ攻撃をしてきたら、この後手榴弾タイム、時間を稼ぎます。ヒルミモーション終わったら投げる。ちょっと距離も取りつつ、はい、また距離取って、今のタイミングちょっと早かったですね。時間を稼ぐことが目的なので、できればね、ひるませてほしいです。で、この辺から一撃必殺の技使ってきます。多分ね、この次距離取ったら使ってくると思います。で、手榴弾使い切ったら待機で、両手を上げたら先行手榴弾投げます。こんな感じ。距離をね、しっかり取っておかないと当たるんで注意です。はい、エイダ来ました。じゃあL ボタンを押しながらスキップして、すぐに先行手榴弾、あ、飛びつき攻撃か。まあ、ロケラン拾って落ち着いて当てる。できれば外したくない。こんな感じで2発当てて終了です。で、最後ゾンビの群れですね。先行手榴弾多分余ってると思うんで、これポンと投げて抜けます。もし余ってなかったらロケラン一発ぶち込んでください。はい、では最後のボスですね。最後は、まあ、この残ってるロケラン2発で倒せるんですけど、ちょロケラン外してしまった人用に全力で戦いたいと思います。で、ここのガンパウダー台2つ組み合わせてハンドガンの弾で、回復はもうね、いらないです。で、持てる弾薬どんどん持っていきましょう。多分強化火薬とか余ってると思うんですよ。そういう方は全部ね、これマグナムに変えてください。フル火力でいきます。一応これやり方知ってると、ナイフ1本でも倒すことができるようなボスなんですけど、まあね、無難にクリアしたいので、ガンガン銃は使ってもらいます。手持ちにある武器でいうとこんな感じですね。では行きます。ある程度近づくとボス出てくるんで、出てきたら一番後ろまで下がって、もうひたすらね、撃ちましょう。で、この G は結構特殊な設定でして、レオン側に進んできたら進んできただけ、ダメージが通りやすくなります。なんですけど、そんなこと無視してとにかく撃ちましょう。で、ロケラン2発残ってる方は、この目玉が見えたタイミングで一発ぶち込んでもらったら OK です。
ではそろそろ撃ちましょうか。でもう一発、これで終わります。はい、ということでレオン・ウラのハードコア攻略がこれで終了です。はい、で僕はアイテムの取り忘れでいちいちちょっと戻ってアイテム拾ってとかをした場面があるんで、実際のプレイタイムより多分10分ぐらい上乗せされちゃってます。なのでこの動画通りに進めば一応1時間40分台でクリアは可能ですね。20分の余裕ができてますんで、まあ、ちょっとゆっくり進めつつやってもらってもギリギリ S プラスのタイムはクリアできるかなと思います。なのでよかったらぜひ皆さんレオン編ウラの S プラス挑戦してみてください。ではレオンウラの攻略お疲れ様でした。よかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。では